ねえねえねえ、ここ何のお店？料理はラテンアメリカ系ちゃんぽんだ。ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、チリ、こういうの好きだろ？あー、こういういい加減なの大好き。そしてそれ以外にも売りがある。売り？あ、そういちちゃん待ってたよ。今日もビリフォーガーと一緒ね。もう？マスター、お腹はいっぱい、魚でいいよ。オッケー、ドリンクは？持って何持って。俺はエキストラのライム抜き、こいつはサソリテキーラを一升瓶で。はいよ。そんなの飲めるか。あ、マスター、サンタマリアカベルネソーヴィニオンあります？グー、もちろんございますですよ、セニョリータ。ボトル？イエス、オフコース。チリワインのくせに1万するやつだろ。フランスやイタリアだったら3万円クラスだよ。細かいことは気にしない。やれやれ。来た来た、早い。やっぱこういうお店はパーッと来てグーッと飲んでギャーって騒げなきゃね。ま、いっか。よし、今日は飲むぞ。はい、乾杯。うん、乾杯。で、誰と一緒に来てるの？お姉ちゃん。嘘。酒屋で知り合った女の子。どこ？それどこ？さいな。誰とも来てない。本当に本当。あ、ほらほら、料理来た来た。うひゃー、当てでいいって言ったのに。豪勢。またそうやってごまか。うわー、フェジョアーダだ。あたしこれ大好き。あ、こっちのチョリソも美味しそう。肉料理、赤に合ってるよな。うん、つまんないことはもういいや。飲もう。でね、ゆかりったら下着だけで出てきて、似合うかなとか言うんだもん。びっくりしたよ。デパートだよ、あまり人の来ない高級テナントコーナーだからって。店員さんと私で目を回しながら慌てて試着室へ押し込んでさ。やっぱついてきゃよかったぜ。そんな素敵な出来事が起きるんなら。何言ってんのよ、私と二人だから気楽にそんなこともできんじゃない。ゆかりはあんたのことが。うん。何か思案にふけらなきゃならないようなことがあるのか。悪いことかな。それはお前次第だろ。ずるいな。そうか、俺は決まってるからさ。どういう風に？言わせるな、知ってるくせに。聞きたいな。お前の方がずるいよ。悩んでるふりなんかするな。ふりじゃないよ、一瞬悩んだ。でもどうしようもないもんね。早いもの勝ち。相変わらず決断が早いな。それが私のいいとこじゃない？自分で言うなよ。ま、
いいんじゃないか。ゆかりだってさほどでもないようだし。うんうん、それはそうだね。ちょっと気になるっていう程度だったみたい。っていう程度ってのも寂しいな。実は失ってわかる、あの人に恋してたのかしら、欲張りな私かもしれないぞ。はいはい、いいように妄想しないの。あー、でも純粋にその様子は見たかった。ゆかり、肌も真っ白だよ。プルンプルンの超持ち肌で、あの童顔の下にまるでアンバランスなダイナマイトバディ。女の私でもちょっとクラッときたわよ。うわ、妄想が大暴走。ほんとスケベなんだから。そんな絵を描かれて想像をたくましくしない男の方がおかしいぜ。ああ、私もあんな風だったらな。何言ってるんだ。ゆかりの魅力はゆかりの魅力、お前の魅力はお前の魅力。お前は十分。十分？何？サルサソースってうまいよな。またごまかす。まさかお前がこんなに言わせたがりだとは思わなかったよ。私もまさか総一がこんなに言いたがりだとは思わなかったわ。ねえ。俺が一体いつ言いたがったんだよ。だってさ、いつでも分かってて飛び込んでくるんだもん。そうかな。そうだよ。どうしたの？いや、なんでもない。ふふふん、綺麗な私に見とれたか。ああ、そうだよ。綺麗なお前に見とれてた。あ、なんだ、当然じゃない。お、本当にどうしたの？いや、大丈夫大丈夫。さあ、ガンガン行こうぜ。飯も飲み物もいくらでもあるぜ。総一、あのさ、言いたくなければ言わなくてもいいんだけど、一つ聞きたいことがあるんだ。ん？なんだ？あんた何者？ああ。ただの学生さんさ。だってさ、日本で何本の有名料理人とタメ口で話すしさ、カードは見たこともないグレードのいくらでも使えるカードだしさ、うちの家だって防犯設備が変に発達してるし。言いたくないならいいよ、別に何者かなんて私にはどうでもいいもん。
そうか。うん、総一は総一だよ。それで十分。なんだと思う？当ててみな。地球外生命体。ちゃんちゃんちゃらららんらんちゃんちゃんちゃららら。ほら、指出てんだから指を出せ。感動の名シーンだ。ああ、はい。中指だっけ？なんか変な意味ない？これ。自信ないな。それにそれ、星戦争のテーマ。あ。動揺してる動揺してる。実はエイリアンだ。んなわけないだろう。真面目に考えろ。エージェント。それも世界ランクの常連。トップクラスのエージェント。お。ニックネーム知ってるな。かっこいい呼び方されてんじゃん。ナスティーボーイなんてさ。まね、今度からそう呼んでいい？やめてくれ。二人っきりの時だけだよ。二人の時はいつも通り呼び捨てにしてくれよ。あ、うん。そうする。でもさすがサツキだな。どうしてわかった？私のちいちゃんから弾抜いたでしょ。あ、この人普通の人じゃないと思った。ほう、あれバレてたのか。当たり前じゃん。苦楽を共にしたあの子だもん。五発とも抜かれてわかんないはずないよ。そりゃお前も普通じゃないよ。それにマジになった時の迫力全然違うもん、学校とは。え、この人一体何なんだろうって。興味持ってしっかり見てれば想像は簡単につくよ。知識が豊富で、あらゆる情報が早くて、メカが得意で、超一流の知り合いがゴロゴロいて、お金持ちで、学校にも行ける仕事、トップエージェントしかないじゃん。ご明察。有名じゃん。トップエージェントの一人、ナスティーボーイが日本人の若い男の子だってのは。まさかまさかとは思ったけれど、それで辻褄が合いすぎるから。じゃあ博物館の時にはもう。ああ、うん、うすうす。知ってたから余計に余計にその気持ちが暑苦しくて。それで悪い。確かにストレートじゃなかった。回りくどかったな。お前が一番嫌いなやり方だ。でも私がそういうことを知らない子だとするなら当然のことだから。それにそんなに一生懸命になってくれるのはとってもありがたいことだったから。どうやって謝ろうか、どうやって謝ろうかって必死になって考えてたよ、一晩中。そんなのいいのに。ごめんなさい。いいって。
こないだの6万円もいいかなって思って使っちゃったんだ。きっとそんなの私の600円ぐらいの価値しかないかと思って。ごめんちょっとはしゃぎすぎちゃった。あ、バカ、あんなのいいんだよ。細かいこといつまでも気にするな。本当？でもあの時の総一、呆然としてたよ。うん、まあ学生やってる時は本当に学生になっちまうんだよ。つうか俺やっぱせこいのかも。ああ、責めてるわけじゃないよ。悪いのは私だから。いや悪い、いろいろ細かいのは性分なんだ。悪い。ううん、あの大雑把なのは性分なの、ごめん。しかしそれはそれとして、正体バレちまったからには生かしておくわけにはいかんな。じゃあどうするの？当然、ま、殺すには忍びないから一生監禁で我慢してやるか。スケベ。あ、お前何考えてんだ、変な想像するなよ。一生一緒にいたいならそう言えばいいのに、素直じゃないんだから。また都合のいい曲解を。ねえ総一、私にお仕事を手伝えることないかな。あ、バカ、お前な、俺はこんな風に見えるけど仕事はきちっとやってるぜ。一応は命がけのでかいミッションがほとんどなんだ。コンビニのバイトじゃない。そんなの分かってるよ。私だってセカムの警備チームに囲まれたことは一度や二度。日本の警備会社なんて銃も持たない、何の危険性もない、番犬でいやチワワみたいなもんだ。そんなもん何の参考記録にもならん。あ、じゃあナビ。はあ？バックアッパー。お前な。この間みたいな能天気な冗談ならともかく、真面目に言って無理だ。お前ナビの方が向いてない。だってナスティーボーイのナビといえば謎の黒人男性って、総一がよく遊んでるあの変態ミュージシャンエディさんのことでしょ。エディさんにできることだったら。あ、バカ、お前には変態ミュージシャンとしか説明してないけどな、あいつはこの世界では屈指の一流ナビとして有名馳せる男なんだ。予約だっていっぱい入ってる。予約？あ、俺たちぐらいのレベルのエージェントになると作戦中の死亡確率も高い。まあナビもそうなんだが、これぞと思ったナビにはいいナビ探してるエージェントが予約を入れるのさ。そうなんだ。じゃあ私エディさんに弟子入り。はあ？私が一人前になったらエディさんを売りに出して私が交代。あのな、だから言ってるだろう、俺たちみたいな仕事は。総一が死んだら私も死ぬ。だから私そばで見てる。いつどうなったか分かんないなんて、いや危なくなったら助けてあげたい。それができなくても
祈ってあげたい。だからそばにいたいの。サツキ。気持ち大事にもらっておくよ。だけどお前がそばにいたら俺お前が気になって戦えない。足手まといじゃない、なんて言うんだろう、守らなきゃいけないものがそこにあってミッションもそこにあるとどっちに力を入れていいか分かんなくなる。じゃあ私を守るために戦えば。無茶言うな。ほらほら、私が平和の象徴ね。で、それを守るために総一が戦うの。女の子一人守れなくて何がナスティボーイだ。わーったわーったわーったよ。え、軽いやつからちょっとずつやってこうか。でもあくまでナビ見習いだぜ。やめたくなったらすぐやめろよな。エディのしごきはきついぜ。うん、やった。それと一つ覚悟しろ、後方支援のナビゲーターだって命の危険はある。エージェント同士の戦いならお互いそれはやらない不文律があるが、テロリストや本物の悪人にはまず馬を引とする卑怯者もいる。それは覚悟しろよ。うん。ま、とは言ってもあんま心配しすぎるな。エディもいるし、そもそも俺がお前を危険な目に遭わせるなんて絶対にさせない。うん。いいか、お前が。やっぱやめ。いいエコーだ。待ってんだ、楽しみにしてんだ。ワク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 。お前が真面目に。オーケー、言うぞ。お前が死んだら俺も死ぬ。死なせない、サツキ。絶対に死なせない。だから私死なない。ナビをして、総一も死なせない。愛し合うお二人に。あ、え、ごめんね、邪魔して。いつまでも楽しそうなお話が終わらないからね。
いえ。あ、ふう。美味しそう。マスターも。はい。ではお言葉に甘えて乾杯。愛し合うお二人に。そういちに。お、なになに、何が始まるの？当店自慢の情熱のステップだよ。ま、見てなって。本場でも高名なペアなんだぜ。日本で働く同郷人のために来日すると必ずこの店で踊ってくれるんだ。ボランティアでだぜ。そうなんだ。いいね、素晴らしいね。よかったよ、気に入ってもらえて。こら、わめかなくていいって。わま、いや。お前はいつも単語だよ、単語。やっぱスペインだね。スペインはフラメンコだよ。背番号1。それはフラミンゴだ。単語はアルゼンチン発祥だよ。そんなことどうでもいいよ、単語やろうよ。ほらほら、ペアじゃないとダメくさいし。お、パートナーが俺でいいのか。光栄だね。あんた以外の誰がいるってのよ。ふざけんじゃないわよ。じゃ、早速踊ろうか。毎週恒例気まぐれダンス自慢。本日の飛び入りダンサーはミスターナス総一。オッケー。さあ、こ
今宵の美しきパートナーのお名前は？湯浅さつきって言うんだ。その名の通り、5月の風のように爽やかな美少女だぜ。皆さん、よろしく。ほら、お辞儀。けどさ、タンゴは超初心者なんだ。その辺は多めに見てやってくれ。タンゴ？飛び込んで、立って立ってみて。すごい、すごい。ひょっとして踊るの？私そんなのできないよ。大丈夫、任せろ。俺がリードしてやるから、お前はぐるぐる回ってりゃいい。ステップとか。そんなの誰も気にしやしないよ。適当に踏みたいように踏んでろ。そんな。始まる前からイチャついてんじゃねえよ。さつき。何？あれ、やるぞ。あれって？いつものやつだ。いつも、あれ？狭いよ。なんとかする。
俺を誰だと思ってる？知らないよ。任せろ。メイストーム！な！いやいや、どうもどうも。いやはや、本当に。総一、サンキュー。何言ってやがんだ。主役はお前だよ。本当に初めて踊ったのか？運動会の時のフォークダンス以来だよ。総一のリードがいいんじゃん。いいって、お世辞は。お世辞じゃないよ。えい、ソイチ、ワンダフォーダンス、ナイスパートナー、どこで見つけたんだい？あ、私、同級生なんです。おお、素敵な学園生活、羨ましいよ。はいはい。ひょっとして、夜もパートナー？もちろん。どうかお前。はい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 。こんな熱い熱いお二人は捨ておきましょうね、皆様。ここからはどうかしばらくお耳だけお貸しください。演奏はこれからが主役、サンタクルスのメンバーです。夜もパートナーじゃん。泥棒するとか潜入するとかナビとか、そういう意味か？そうだよ。みんなはそう思っとらん。じゃあどう思う？あ、じゃないよ、たく。酒の席だ。本当だろうがジョークだろうが、その方が盛り上がるさ。お客さんサービスだと思えよ。それとも嫌か？嫌じゃないけど。ナイスダンス、サツキ。適度にしろよ。これじゃんじゃん持ってこい。待
まだ食うのか？これ美味しい！ああ、うまいな。そうだったな。それであんたがギュンってなってガーってなってダーってなって、へいへい。あ、聞いてないだろ、そういち。聞いてる聞いてる。適度にしとけって言ったのに。ダメだったの。グレングレンになって口についたらすぐバラン球じゃなきゃダメだろ。どうしてだよ。それらあったんと私を抱いてくれるもん。いやか。なわけないだろ。今すぐにでも泣いてほしい。今ここでも泣いてほしいよ。お店でもよかった、お母さんのとこでもよかった。だけど私にはやらなきゃならないことがあるんだ。そうだな。ここまで来たんだ。剣を手に入れる前から、決着のつく前から、うまい飯食べて、いい酒飲んで、いい音楽聴いて、いいダンス見て、好きな男とイチャついてる場合じゃないよな。そうだ、さすがロイチ、私の気持ちがよくわかっている。それこそソイチだ。ああ、だけどそんなこと言うとスケベな装置が寂しがるといけないから、私はもう私じゃいなくなるのだ。わけがわからない私なら私じゃないから、装置の好きにしたらいいの。何でもしていいの。バカ。こんなお前抱いても嬉しくもなんともねえよ。だけど。じゃあお前、酔っ払ってヨレヨレの俺に抱かれたいか？それと同じだよ。お前が、お前の時じゃなきゃそんなことしたくない。お前がどんな顔するのか、どんなこと言うのか、どんな風になるのか、それをちゃんと見たいんだよ。俺はスケベだからな。そういち。ごめん。いいって。決着がついたら。ああ、楽しみにしてるぜ。約束する。やったね。
約束す…あ…と…よっと…は…やか…やらない…寝てろよ、さつき。やら、こんな楽しいのに寝れなんかいられるか。総一。なんだ。眠い。だから寝ろって。そうする。の前に一つだけ言っておく。ん？大事なことだからよく聞けよ。うん。笑ってるか？一度しか言わないぞ。わかった。一度でいいよ。ちゃんと聞くから。ひひん。総一。チョキ。バカ。チョキ？ああ、俺もだ。あったかい。本物ではないのだろう？